おい、これどっちのテンションか。サブでしょ、どうせ。いや、撮ってんじゃねえよっていうテンション。ちょっと嫁もすぐ、いや、やめないでください。あ、そんなことはどうでもいいんだけど、あのちょっとこれのハンドルをさ、なんかちょっと考えたんよね、すごいいいの頼まれたとかじゃなくてさ。うん、頼むって何？俺はもう考えたんよね。名前はもうコンボハンドル、コンボコンボコンボっていうハンドル作ったんや、俺、今回。ダサいっすね、名前はね自覚あるんだって感じ。名前はちょっとかっこ悪いかもしれんけど、俺もうコンボっていうハンドル作ったんや。コンボ、うん、あ、武器の名前っすよね、コンボ。いや、違う、まあ、そコンボよ、コンボでしょ、うん、コンボよ。結構大変だったね、これは。外すとこからやったんですね、ちゃんと。何を？いや、外す、なんかもうつけとったら早いじゃんと思って。あ、ちょっと文句っす。いやいや、これこのハンドルがどう変わるんかっていうのをやっぱりその、ああ、そういうことね、うん、比べたいんですね、今と。そうそう、ちょっとしっかり取らな、うん、先に言ってもらわんと。もう裏なんかギチギチっすね。ギチギチやね。この辺外さんでも取れるもんなんすね。いや、取れん。え？取れんけど、ちょっと待って、落ち着いてくれ。出たよ、こっちが焦っとる。焦りのなすりつけ合い。だいぶ来とるっすね。言っちゃうんですけど、ちょっと来とった。あー、ダメじゃ、絶対取れんね、今のはもう遊びすらなかったんじゃ。ちょっとあのハンドル周りちょっと取ってきます。ちょっと横着ってことは分かる？分かるよ、熊本弁で横着、うん、横着っていう熊本の人。あ、そうな、それ横着って言うの？うん、ええ、お前知らんで、熊本の人。え？てかさ、天気悪ない？あ、そう、大丈夫？言うな言うな、だって動画で出さんのよ。朝ツーリング行こうと思って、でもその今回はちょっといろんなことがあったんで、その伏せて、あの公表せんの行った後に報告しようかなと思って。いや、もう行く前に出るんだって、これ。でも日にちまくと大丈夫ですね。まあ一番怪しいところで言ったら、やっぱ10月の21日、22日、これ23日、22日ぐらい、こう、まあ、俺が連休取るよったけ。あ、あの長期連休みたいな、うん、そうなんかね。そんなことはさておき、ちょっとこれやってもね、先に取っとけばよかったね。でもこれ使わんない、ここら辺もう。ああ、もう全部変えるんですね。変える系、変える系、ちょっと調子のとったね。変えるなら外していいじゃん。いや、ごっそりごっそり行こうかなと思ってたね。カット取れんじゃん。カスタム大変っすよね、やっぱカスタムって。大変よ、分かってほしいもん。あの誰にすか？ん？あの俺ちの親。なんで？なんで？あの最後のさ、ムービーでさ、道知っとる、うん、親父、俺ちの親父がさ、うん、あのバイク並べとってくさ、結婚式に。あの結婚式の話ね、今。うん、結婚式の話、はい、あのバイク並べとるの、こうなんかこうみたいな微笑ましい感じで見とるの、ムービーがあるよね。いや、今思い出した。あれなんかね、すごいみんなね、わーって言って、あれめちゃくちゃいいみたいな、うん、だってあの現多分あの後に、うん、まあ今カメラやってもらってる中村さんの、うん、SR に多分またがったんですよ。 あれもびっくりしたけどね。何しようと思って。やっぱああいう走りそうな形の方がなんかやっぱ好きなんですかね。ああ、多分好きだと思う、ああいう系の方が。なんかそのアメリカは多分分からんと思う。
やっぱ走れる系の、うん、走れるっていうか多分当時はああいう系しかなかったと思うんですよ。やっぱその レーサーローリング速じゃないけどああいう系しかなかった。いやーなんかすごかったっすね。またがった瞬間中村さんが、はい、うめっちゃ嬉しいみたいな。そうな、うん、なんでやっぱね、いつもこう普段こうね馬鹿にされる、ね、なんかね、面白おかしくされてるじゃないですか、はい、でもその中でも、うん、なんか僕のが選ばれてみたいな。しかもあの青木大輔のお父様にみたいな、うん、もうアワードもらった感じだったもん、テンションの。あ、そうなの、よいしょ。え、結婚式のやつって出すんですか、準備とかって。いやまあその編集リーダー次第じゃん。いや素材見てないんでわかんないです。でも見たいんじゃないですかやっぱ。いやまあまあその準備搬送のあれとかぐらいしかな多分出せないと思うけど、まあ、ね、実際はまあたくさん人がね、そうそうそう、いろんな人が映ってるけど、まあでも準備とかの雰囲気とかはまあなかなかないもんなんですね。ないよないよ。カーテン開けてバイクずらーどーんみたいな、うん、だいたいね自分たちのバイクぐらいじゃん、1、2台とか。あーまあそうかそうか、基本はそう、まあそう言われりゃそうだね。まあないよ、あんだけ置いてあるみたいな。ミュージアム、ミュージアム、あ、ジャスティス、Oh baby, you're baby, I love you, she's your money, and I get to you. これ流れたよね。うん、あれエンディング、エンディングのやつね。結婚式場の人が作ってくれたやつね。あ、これの歌や。頼んだんすか、歌は。あ、歌はあれはね、多分頼んでると思う、多分。この歌でお願いします、みたいな感じ。よっしゃ、来た。出た伝説のコンボをつけてきた。コンボはできたんですか。コンボはできてない。角度をちょっと見てもらおうかなと思って。角度決め？何やそれ。できてるかも。できてない、できてない。できてないけいいんじゃん。それをやっぱり視聴者さんと一緒に作り上げていくっていう。視聴者さんは出来上がったのを見るしかないよ。もうコメントしてるときはもうできとんすよ。大体。バレた。何年やっとると思ったんすか。バレてないんだよまだそれは。そのからくりはバレてる。3年だもん、よいしょ。 I took my seat Oh baby you are me I don't care じゃまない荒げくよのピー。エンディング流しましょうよ、3周年の。いや、長さんにはいろんな人がいけるんだ。このルノは崩壊だけ。何この配線こ、何これ何これ、めっちゃ変な、変な、めっちゃ変な撮りました。今の何すか。いや、いや、あ、普通の配線、あれ、変な撮りましたか。あ、メーター、いや、左側の配線。見てよ、見てよ、これいいじゃない。ちょっとカツカツのカツやね。ハマる、ギリギリにしてるやつ。ちょっと削らんと入らんかもしれんぐらいギリギリにしてた。でもなんかちょっと細くしたいってやったけどね。でもこのライザーを使わんのは難しいかなと思ったけど、ちょっとライザー作って。限界じゃん。でもね、ライザーも変えるんですか。ライザー変えん、ここら辺変えてもなんか変え、インジケーターもついてるけどさ、ここに全部あるもんね。うん、だから社外費のやつなんか変わったなと思うんだけど、うーん、じゃあこれ残した方がよくねと思って、優しさの俺の。でも細くしてって言われたら無理じゃないですか。フォークが太いけね、48だけこれ。ああ、ああそういうことね。そうそうそう、もともとが太いけど、ちょっとカツカツのカツ
いいじゃん。一番それないと分からんすからね。これだけじゃ分からんすね。カンボだな。もう高さ変わるんですか。高さ変わるよ、しっかりですよね。この高さだったら、うんっていうところだった。え？カンボいいじゃないですか。ここに簡単なニキステップができてさ。ああ、そうよね。そうそう、だけ高くしてないと。ただ、ハンドル高い方が似合うと思う、しっかり。乗るのが。乗りやすいと思うし。ああ、まあ確かにね。こんだけ上がったら、やっぱり。だいぶ変わるよね。そんな。もうちょっと狭めた方がいい。絞った方がいい。絞ったら乗りにくくない？運転的によね。こんなんだよね。そんな。そしたらこれいい具合になるから。こっちだったら、いいじゃん。それは兄貴ステップの場合ね。うん、高校の場合は普通に。まあでも、まあ無理しないといいんじゃないですか、そのぐらいの方が。これでも多分ね、ここにグリップって言ったら多分こうだいぶ狭いけどね。だいぶっすね。うん、だいぶ狭いよ。これで見たらなんか幅広く見えるけど、うん、実際グリップがこんぐらいついてブレーキがついたらもうほぼ、もうほぼもう何もつかん。じゃこれ真ん中太くしてるのは何すか。コンボだけ。あ、そういう意味わかりにくい。コンボだけ、やっぱりコンボといえばこれ。これは溶接しとんの。あ、これ溶接してくっつけてますよ。なるほど、ね、よいしょ。無駄に起こしたいんだけど。いや、それはなんかちょっと違う。どうかと思います。どれぐらいか。どうなんすか。もうちょい低い方がいい。この辺どうなるんすか。うん、いや、ゆくゆく変えるかもしれん。うん、なんかすげえハンドルとさ、うん、ウインカーが並ぶとなんかすげえ。ああ、なるほどね。うん、なんか違和感。違和感がある。ここはまあね、法定ですよもんね。ここあんま高くない方が実際はバランスが取れるかもしれん。タンク低いし。どう、こんなもんじゃない。これどうやって止めるんですか。溶接。溶接なんですね。うん、で配線多分通すけど、ちょっとここに穴開けなきゃいけん。あー、はーはー。で配線、この下はさすがに通せんから、通せるか。配線通す穴作らなきゃいけん。うわ、大変そう。大変よこれ、結構大変。大変そう。まあこんな感じかな。いや、簡単アンキステップってスポーツしたら全部つくんですか。うん、基本はね。80何年か90何年の。あ、違う、ごめんなさい。2004年以降は全部つくわ。4年以降は全部つく。うーん、いいじゃん、いいじゃん。めちゃめちゃ上がるんすね。結構上がるよ。やっぱそのなんかその考えたんや、なんか中途半端に上がってもあれだなと思って、やっぱしっかり上がった方がかっこいいかなと思って、わざとしっかり上げる。すごいですね、みんな。何か。この高さで走るっていうことに対しての、あの、みんなの経験がないけど分からない。これでずっと走ったら怖さついたくなるけ。まあでも最初だけですけど、ね、最初だけ、慣れるまでね。っていう感じで、ハンドルコンボの制作の途中段階でした。皆さんありがとうございました。終わり？終わりました。